い、こんばんは、あいかです。今日はですね、アイハーブが届きましたので、こちら開封していきたいと思います。実は少し前にね、もう到着していたんですけど、最近はね、アイハーブ、お腹が空いた時にね、開封するっていうルーティンになってるんですよね。はい、というわけで今回もね、食品ありのオーダーになっています。チョコの発送がなくなったらオーダー頻度が減るかなと思ってたんですけど、全然そんなことないですね。じゃあまず1つ目、私の好きなね、このテープいらないのになぜかくっつくって感じ、これにくるまれてるのがリポソームビタミン C60 粒です。ビタミン C はずっとね、リプライセル、もうリプライセルじゃないのかな、その後継品をまとめ買いしてたやつを飲んでるんですが、形状が違うじゃないですか、こういう瓶じゃなくって箱に入ってるので。だから他のサプリと保管している場所がちょっと分かれてるんですよね。だからその関係で飲み忘れることが多くなっちゃって、でも夏場ってね、日焼けもするし、ビタミン C って欠かさず取りたいじゃないですか。なので同じ形状で他のサプリとね、一緒に置いておけるビタミン C と思ってこちらを購入しました。今までもカプセルっぽい形のものを買ったことあると思うんですけど、多分ねこれは初めてだと思うんですよね。でもアイハーブ内のビタミン C のランキングで見た時にこちらが上位だったのと、リポソームタイプだったのでこれを選んでみました。開けてみます。綿、こんな感じ。見た目的にはね、過去に飲んだことあるビタミン C のカプセルと同じですね。なんかこういうちょっと濃いオレンジ色っぽいカプセルに入っています。なんかビタミン C のサプリ特有の匂いとかするかなと思ったんですけど、特に匂いもないですね。たまに臭いサプリってあるじゃないですか。なんか我慢して飲めるけど、ちょっと癖のある匂いがするっていうか。でもそれもないので飲みやすそうだなと思います。じゃあ次、成人用マルチビタミングミ60粒ということで、はい、またねビタミンなんですけど、これはグミ状のものですね。やっぱりビタミンってなんかちょこちょこ取った方がいいとかっていう風にも聞くので、補助的な意味で買ってみました。グミもね、夏場って発送してくれないと思ってたんですけど、これ発送してくれたのですごく助かったんですが、なんかいい匂い、グミって感じの匂いがします。オレンジっぽい感じかな。でも色はね、全然美味しくなさそう。こんな感じ、あんまりグミで見ない色、どちらかというと和菓子とかでありそうな色ですね。ビタミングミはね、過去にちょっと癖のあるものを買ってしまったことあるので、これは味見しておきたいと思います。いただきます。これ系か。なるほどね、上顎にくっつく系、外国のグミ、ジェリービーンズとかみたいな弾力じゃなくて、ちょっとネチャっとした感じなんですけど、食感がチューイングキャンディーに似てます。わかりますか、なんかあの転写できるなんかトーマスとかのシールがついてる、見た目チューインガムだけど飴だから食べられちゃうやつ、あれっぽいねっちゃり感がありますね。香りは結構オレンジ系のさっぱりした香りなんですけど、食べると割と甘みが強くって、まあ、若干酸味もあるんですが、なんか飴っぽい割と甘さが強い味かなと思います。頑張ったら食べれる感じかな。でもね、変に美味しかったらほら食べ過ぎたらいけないからちょうどいいのかも。じゃあちょっとお口直ししよっかな。こちら前回のね、アイハーブ購入品の中で出てきたお菓子の味違いですね。海藻ポテトチップスかぼちゃごまということで、前回のがアーモンドごまだったと思うんですけど、あれ美味しかったんですよね。あー、また破るの失敗しちゃった。ちょっとデジャブ、これなんで私が開けるとこうなるの。ちょっとっていうか、今日珍しくハサミ手元に持ってきてるんだから、これで切ろうよっていう話なんですけど、自分の性格が雑すぎてだんだん嫌になってくる。はい、はい、これね、はい、美味しいやつ、カリカリしてますよ。なんか触った感じからしてもカラッとしててね、サクサクで美味しそう。何気にこのかぼちゃごまタイプ初めてなんですけど、いただきます。美味しくてここ痛いやつ。美味しい。やっぱりこのシリーズ裏切らないですね。美味しい。あんまりかぼちゃ感わかんないかな。もっとこうかぼちゃの種っていう感じの味するかなと思ったんですけど、結構海苔についてる甘じょっぱい味が強めなんですよね。なのでそれとごまの香ばしさメインで感じるかな。まあ、前回食べてたもののアーモンド感を感じないバージョンっていう感じかな。まあ、なのでトータル的な美味しさは変わらないですね。まあ、でもどっちか一つ選べって言われたら、まあ、アーモンドの方がごまプラスアーモンド感感じるからそっちを買うかなっていう感じなんですけど、まあ、全然美味しいですよ。これがね、私が購入した時が263円だったんですけど、まあ、この味とこの量でこの価格だったら今後もね買い続けると思います。美味しい。もうさっきのグミの味どっか行ったわ。はい、じゃあ次、ホールサムスイートナーのオーガニック生蜂蜜です。あ、今見たらこれ売り切れちゃってますね。
というか、アイハーブの蜂蜜が軒並み売り切れてて、もしかして夏場だから発送できないから在庫切れ表示にしてるのかなと思ったんですけど、これもね、蜂蜜ランキングで見たら確かね、買った時は1位とかだったんですよね。で、これだけ在庫があったのでこちらを購入してみました。なので今回ね、買ったの初めてなんですけど、こんな感じで容器透明なんですけど、中に入ってる蜂蜜が結構ダークカラーっていう感じ、普通にスーパーで並んでいるものに比べて色が濃いめかなと思います。蜂蜜ね、私はそんなにこだわりないんですけど、まあ生活の中にアーユルヴェーダを取り入れてから、あんまりこう加熱した蜂蜜とかはね、取らないようにというか、例えばお料理で使わないようにしたりとか、まあ加熱していないですよっていうのを謳っている蜂蜜があったらそっちを選んだりとかするようにしているんですが、こちらもね、 43.3 度以上は加熱されていないタイプで、オーガニックでなおかつフェアトレードの商品になっています。これはね、普通に朝トーストに塗って食べようと思っています。あとはゴールデンラテ、未だに飲んでるんですけど、作りたては熱いのでちょっと冷ました時に甘みとしてね、こちらを加えようと思います。蜂蜜はここ数年ね、もういつもアイハーブで買っていて、今までもよく在庫切れしてたので、その時在庫あるものを買ってきたんですが、そんなに変わった味の蜂蜜とかにも当たったことがなくって、割とアイハーブの蜂蜜ランキングの上位のものを選んだらどれも美味しかったです。ということで、こちらもね、食べるの楽しみなんですけど、また味の方はね、後日シェアしたいと思います。はい、次、じゃーん、こちらまさかの蓋開いた状態で届いてるんですけど、こうでしょうね、多分こうをこうすると、はい、箱買い、大人買いですね。バラエティバッグスナックバー12本セットです。これはね、ララバーを久しぶりに買おうかなと思ってたんですよ。ララバー皆さん知ってますか？エリカ・アンギャルさんがね、本の中でおすすめしていたおやつで、まあ、アイハーブでね、こんな感じのセットの箱買いできるんですが、私の好きなチョコレートの味のものだけ、まあ、お試しサイズっていうか、確か5本ぐらいかな、比較的購入しやすい量のね、セットがあるんですけど、まあ、それを買おうかなと思ってた時にたまたま目についたのがこれなんですが、アイハーブ独占販売で使用価格ということで、あ、これもね、撮影している今日現在は一時的に売り切れちゃってるんですが、通常アイハーブで1500円程度で販売されているのが、今お試し価格でなんとね、753円になっています。まあ、ナッツとかチョコ、ワイルドブルーベリー、クランベリーなどなどね、6つフレーバーが入っているみたいです。まあ、どれか食べてみたいよね。どれにしよう。うわー、あー、でも中溶けてるね中は溶けてる。どんな感じかっていうと、あ、でもこれナッツ&シーソルトっていうのがいいな。ちょっと一口味見したら、残りはね、冷蔵庫で冷やしておこうと思うんですけど、こんな感じ、ちょっとフィルムにね、チョコついてるのがわかると思うんですが、でもこれ逆によく発送してくれましたよね。食べたかったから発送してくれて全然いいんですけど、まあ、今後ね、ちょっと再入荷したものを狙う方は、届いたら溶けている可能性があるので注意してください。私は気にせず食べちゃうけどね。アメリカのお菓子って感じしません？まあ、何はともあれ、いただきます。うん、噛み応えあるし美味しいですよ。人工着色料、フレーバー、甘味料、保存剤なしっていうことなんですが、ザクザク感がすごい、ナッツぎっしり でチョコの部分も割とこういう栄養補助食品系のチョコって、ちょっとこれも変わった味というか薬っぽかったりすることがあるんですけど、普通にチョコっていう感じ。うん、でしかも今食べたのがナッツ&シーソルトなので、このチョコにね、いい感じの塩気がプラスされてすごく美味しいです。でもこれ1本も食べたら結構お腹いっぱいになると思います。そう、私ね、編集しながらだとお昼ご飯ね、手が塞がるからあんまり食べないんですよね。食べてもちょっとつまむぐらいのものを用意することが多くて、スナック菓子とかチョコになりがちなんですよね。だからお昼ご飯代わりにと思って買ったんですけど、ちょうどいいと思います。ある程度腹持ちも良さそうなので、午後からもパワー不足にならずに過ごせそうですね。ちなみにブルーベリータイプはこんな感じ。なんかブルーベリーのチョコとかかかって真っ青だったらどうしようと思ったんですけど、ブルーベリーの粒が見えてる感じで、まあ、見た目的にはそんなに変わらないかなと思います。まあ、フレーバーが6種類入ってるので好き嫌いはあるかもしれないんですけど、今食べた感じだったらこの味で、しかもこのサイズ12本で、このお試し価格はかなり手頃だと思います。定価でも、まあ、1本100円ちょっとなので、まあ、そこまで高すぎないかなという気がするんですが、まあ、これは確かに在庫切れするの分かりますね。まあ、よかったら皆さん再入荷分狙ってみてください。まあ、空腹で撮影し始めてたからね、ちょっと元気が出ました。じゃあ最後はね、メイクブラシ2本オーダーしました。まず1本目がこちらです。ウェッティンワイルドのアイラインぼかし用ブラシです。
まあ、ウェッティンワイルドといえばね、海外のプチプラコスメとして、まあ、ハイライトとかが有名かなと思うんですけど、ブラシはね、私初めて買ったと思います。これ見た目もね、白軸にピンクの毛でちょっとチープな感じが可愛いんですが、このアイラインぼかし用ブラシっていうのにね、すごく惹かれたんですよね。私の動画昔から見てくださってる方だったらもしかしたら覚えてるかもしれないんですが、博報堂で探しまくったけど偽装的なものに出会えなかったのがまさしくね、アイラインをぼかすブラシなんですよ。当時ね、私ブレンディングブラシを初めて買って、なんて便利なんだろうと思って、でもブレンディングブラシって結構大きいから、まあ、ハイライトカラーとメインカラーの間をぼかしたりとか、まあ、あとはこのポイントカラーとメインカラーの間をちょっとぼかしたりとかぐらいまではできるんですが、やっぱりそれを目尻からもう目頭までしっかりぼかしたりとか、もうアイライン、ライン状に入ったものをこのポイントカラーとぼかすとか、なんかそこまでになるとブラシが大きすぎて際だけぼかすんじゃなくてもう全体ぼけちゃったりとか、もしくはちっちゃいブラシを選んでも毛がみちっとしすぎてて、やっぱりこのブラシはぼかすよっていうよりは色のせるようだなっていう風に感じたりして、なかなかね理想的なものに出会えなくて、その後諦めてたんですよ。そしたらこれね、商品名からしてアイラインぼかし用ブラシって書いてるから、もうそれはね試さずにいられないでしょうということで、見つけた瞬間に反射的にオーダーしちゃいました。しかも価格はね215円なんですよ。もう失敗しても許せる価格。ちょっとやってみようかな。今日シャネルのスティロイユの959番使ってるんですが、もうセットされちゃってるかもしれないのでもう一度書き足します。っていうか薄くなってる。こんな感じで引いて、このブラシで境界線をぼかす。あー、いけますね。こんな感じ、細かくちょこちょこって動かしてあげるとアイラインをぼかすことができますね。あ、よかった、使いこなせそうです。あ、よかった。でもずっと探してたブラシがまさか200円で手に入ると思わなかったので。ちなみにこれ形状としてはこういう毛足短めの平筆で結構硬めですね。ナイロンっぽい感触でしっかりコシがあるタイプです。まあ、普段ねちょっといいブラシ使ってる人からすると肌当たり硬いなとかチープだなっていう風に感じるかもしれないんですが、役割的には全然十分果たしてくれていると思います。あ、お試しの気分で買ったけどすごく良さそうなので嬉しいです。じゃあ最後ですね、これもブラシなんですが、ちょっとね、いろんな重いもの買ったからなんかもうその衝撃を一手に受けて箱がね潰れちゃっていますが、まあ、箱いらないので全然大丈夫。アングルリキッドファンデーションブラシですね。初めて買うブランドのものなんですけど、でもね触るとすごいしっかりしてますよ。あー、ちょっと惜しかったな。私が買った時はねこれ2167円だったんですよ。で、撮影している今時点だと 43% オフで1291円になってます。そうなんだ。ちょっといつまでのセールなのかがわからないので、この動画が上がるタイミングではどうなっているかわからないんですけど、まあ言ってもね定価で買っても2000円台だったらファンデーションブラシとしては手頃な方なんじゃないかなと思います。自分を納得させる。この形状、資生堂のファンデーションブラシが多分似たような形だったと思うんですけど、あれよりはちょっと大きいかな。で、化繊なので毛の一本一本は細いんですけど、程よいコシがあるというか、でも全然チクチクしないっていう感じの感触ですね。これなんで買ったかというと、そう、最近ねちょっとファンデーションブラシにハマってて、ここ最近ね毎日のメイクほとんどブラシ付けしているんですよね。で、私がよく使ってるのはこの博報堂のファンデーションブラシ、それからトムフォードのブラシと韓国のねザ・ツールラボのブラシなんですが、どれもね形状が全然違うんですよね。博報堂がこんな感じでちょっと斜めになってる平筆なんですけど、こう全体に角がない感じ、ちょっと丸くなってて、こっちから見てもこう丸くなってる感じなので筋がつきにくいよっていうブラシですね。で、結構ミチッとした感じで、トムフォードのは今回購入したブラシに一番形似てるんですけど、先端がねフラットなんですけどちょっと斜めになってるんですよね。なのでもちろん根元に行けばミチッとしてるんですが、こことかだからこうやって当てた時のこの毛先とかはそこまでミチッとしすぎずに程よくナチュラルに仕上げることができます。あとこの先端使って鼻の横とかね細かいところを仕上げられるような形です。で、ザ・ツールラボはこういう毛足が短いタイプですね。で、先端もフラットなのでハイカバーな感じで仕上げることができます。で、一番似ているトムフォードと比べるとこんな感じ、まあ、毛足のね長さがだいぶ違うかなと思うんですけど、全体の毛量的にはそこまで差はない気がするんですが、まあ、こっちの方が先端まで毛がミチッとしているかなと思います。まあ、ミネラルファンデーションのブラシでありそうな感じだから、パウダーでもいけそうなんですけど、私はリキッドファンデーションに使おうかなと思っています。で、軸も太めなのでしっかり持ってねこうくるくるっていう感じ
して付けれそうなので、これはね今後またメイク動画で出てくると思いますので、その時にまたね実際に使っているところを見ていただけたらと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はアイハーブ購入品を開封してご紹介しました。でアイハーブ、今回みたいにね気がついたらセールしているっていうことが結構多いです。なので気になる商品があって、今日すぐには買わないなと思ってもぜひねカートに入れておいてみてください。それでねちょうどセール来たりとかしてたらぜひお得なタイミングでオーダーしてもらえたらなと思います。最後に今日のメイクです。今日はこの買ったばかりのデキャトルの364番を使ってアイメイクしていました。そしてリップはこちら8月20日発売のメイクアップフォーエバーの新しいリップを使っていました。ルージュアーティストのこれが156番のカラーです。めちゃくちゃ大きく見えるんですけど、こうシュッてしてここをキャップするので収納するとこんな感じ。これは塗りやすさも追求されているリップなのでささっと仕上げることができます。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。